皆さんこんにちは、中川ゆりです。今回はタイ最大級最先端の音楽フェスワンダーフルーツについてレポートします。毎年12月に開催されるワンダーフルーツはフェスの最高峰とも言われるバーニングマンのチームとタイ政府がタッグを組んで仕掛ける大型イベント。音楽、アート、ライフスタイル、自然をテーマにしたタイ最大級の音楽イベントワンダーフルーツフェスティバル。会場となるパタヤゴルフ場のザ・フィールズ・アット・シアム・カントリー・クラブを貸し切ってアジアを軸に全世界から DJ が集まり、全14ステージ、4日間夜通しノンストップで駆け抜ける音楽イベントです。音楽のジャンルも様々。テクノ、ハウス、ディスコ、サイケ、トランス、レゲエにタイポップスまで、オールジャンル包括したイベントです。会場での会計はすべてリストバンドにデポジット式です。今回は会場にある約20万円のテントでステイしました。エントランスにやってきました。あディズニーランド、かわいい。どこ行くのかな、これ。いやすごい、やばい、あや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 、パーティーしてる、最後パーティーしてる、イエーイ、最高。
朝起きると目の前にはテントエリアパスの人の限定のバーがあります。朝の風を感じながらのチルスペース、音楽だけではなくメディテーションやワークショップもやっています。できました。いいのでは。あこういう気持ちね。